はい、どうも、伊沢です。今日は、大分遠征の結果から話していきます。まず、お疲れ自分。はい。で、結果から言うと、まあ、買えなかったんだよね。買わなかったし、買えなかったね。で、今回は、空き家バンクを、まあ、岡山、広島、秋田、大分と長崎かなを見てきて、まあ雑感を言います。でまあ空き家バンクは安くていいんだけど、特に相続をした人が結構売りに出してるから、すごい指し値通りやすいですね。相続っていうのは、その欲しくて家が思ってるわけじゃなくて、仕方なく持っちゃったから、高く売るよりかはその安く手放すこと、とにかく、もうどうせ生活の基盤がその空き家の近くにないから、空き家の管理できなくてもうどうもこうもないから、とにかくもらってくれっていう人がほとんどだから、なかなか狙い目かなと思って行ったんだけど、まあ、そこは正しかったかなって思うんだよね。でもまあまあ、家のダメージがすごいですね。写真はいいんだよね。ここ、玄関がこうやってあって、とか。でもその写真のフレームの外がね、超すごい。崩壊してたり、あからさまに屋根に穴開いてたりとかね。で、中入って、まぁ、ちょっと九州の大雨が、ね、この動画を撮ってるのが、7月の、10日金曜日の夜8時くらいですね。で、僕がその7月10日の朝5時半かな。にフェリーで大分じゃないや、九州から東京着いたんだけども、まあ間一髪、雨雲から逃げ切った感じで、僕があそこを出るときにはもう山陽道が通行止めになってたから、結構危なかったかもしれない。いやーでもね、空き家買うってめんどくさいのと慎重になるよね。はい、まあ一応この動画はまあ CM は振り返りの時の振り返りの動画だけれども、まあ空き家に関しては、秋田になりそうかもしれないっていうのが今の段階ではあります。なんでかといえば、本来秋田に行ってまあこれ買いますって言った物件あるんだけど、その物件が当時は何か知んないけど、売り主の方で何か買い手を勝手に探してて、そんでその売り主が見つけた、あれだ、買い手がまあ交渉してるっていう状態で、やきもきしてたんだけど、まあなんと、その交渉が破談になりまして、まあその理由として、まあなんか、家族間で折り合いが合わなかったと。っていうので、破談になっちゃったらしいんで、建物の欠陥ではないんだよね。だからまだ多分建物は見たけれども、まあ大丈夫ってことだと思います。であとは水道台帳とか配管図、あと電気に関してはその配線図かな、 あとは口径か水道管の管の太さの径をちょっと見れればなって感じですかね。早く、まあなんで決まらなかったんだ。まあまあまあね、お金がないんだけど家が欲しいんじゃっていう、どうもこもないやつだから、まあしゃあないんだけどね。だからまあ、しょうがない縁だと思います。なので、秋田、もう一回行ってきます。はい。じゃあ次がもう、今年の振り返りですね。まあ2020立てた目標あるんだけれども、まあまあ達成の進捗は悪いよね。まあ、英検がまだ7月13のホームページで一時受かったか受からないかっていうのが、まあ、わかるので、まあ、さすがに3度目の正直で準一級だけど受かりたいよね。3回目で3波20したら2万4000円払ってんだよね。多分、端数が8800円だから3波20したから2万7000円弱だよね。ちょっと受かりたい。であと、英語に関しては、在宅ワークをやっぱりやろうかなっていうので、あとは、
ランサーズとか、クラウドはやらないっていう方向で来てます。だってあれ、ね、次につながるっていうか、次につながる詐欺ばっかりでしょ、あれ。だからまあ、ちょっとやってらんねえなっていう話、僕の中であって、翻訳やるんだったらちょっとアメリアネットワークっていうのがあったので、まあそこに年会費1万6500円かな、だったかな、払って、まあ一応入ってみました。いやーでもね、翻訳はちょっとね、自分のレベルが低すぎる。日本語力もないし、その英語の語直力もないし、両方ないない尽くしっていう挫折で終わりましたね。まあまだ始まったばっかりだから終わらせちゃいけないんだけど、まああと、まあぼちぼち、そのアメリアっていうネットワークの中で自分がその会員としてのランクをこうやって上げていけば、まあワンチャンがあるのかなっていうところです。まあやっぱり自力があれば何でもいけるよね。はい。まああとは今年の肝としては空き家かな。FX はちょっと伸びてきたんだけど、もうちょいロットを上げれるほどルール固まってないしな。で、あと最大の僕の今年のテーマとして、空き家の次に、やっぱり季節の仕事なんだよね。やっぱりこのブログのテーマとして、二足のわらじで行くということなんですけど、まあいいルーティンができかけてたのよ。農業バイトでみかん行って、あ、もう高知はねえな。高知は嫌だな。まあ、みかんの前に、まあ、7月山形のさくらんぼとか、まあ思い切ってちょっと今年、沖縄の製糖工場行こうかなっていう感じだったんだけど、まあちょっと飽きたという遠いところなんで、まあ飽きたらへんで探してみてもいいのかなって感じですね。まあとにかくわらじを、1個目のわらじをどれに通じるのかっていうポイントで、スキー場やめようかって正直本気で思ってます。やっぱりコロナ騒ぎがあるということと、あとやっぱりその雪っていう自然のものに依存しているのはまあダメだろうなって感じ。岐阜のスキー場なんてもう全然営業できなかったからね。2019は。ちょっとね、スキー場、あと山暮らしがもう飽きたんで、まあちょっと、出方変えます。はい。で、あとはそっちに依存をしたいわけじゃないので、まあそこは根詰めてやっぱり自分で踏みとどまるっていうことに修正をしたいです。やっぱりその仕事をってとあっちこっち行ったんじゃ、その自分がね、主としたいものができないので、ちょっとここは、貯金残高が減っていくっていうのもあるけれども、踏ん張って、自分のわらじっていうものを自分で編んで、まずは作っていくっていうことに、今年はシフトしようかなと思います。だって別にお金なくなりそうだったらさ、農業バイトっていうその滑り止めがあるんで、いくらでもチャレンジはできるよね。まあ確かに農業バイト行ってる間チャレンジできないけど、まあ少なくとも半年働いて、半年、1年に1回はチャレンジができるっていうのはあるので、まあそこら辺行くとちょっと大分、福岡、長崎、佐賀、ここら辺に拠点を置きたかったかなっていうのは正直ありますね。で、まあ一応、秋田に行ったっていうことで JA のヘルパーリレーで、ちょっと北海道も近いから、まあ行ってみっか的なことに、感じにもなれるのもちょっと大きいかなって感じです。まあそのまま北海道のスキー場行ってもいいし、ね。まあ一応選択肢は増えたっていう感じだよね。あとは、見に行く物件の土地の地目だっけな、科目だっけ。あれがね、工業地帯なので、まあ、簡易宿泊にできるかどうかがちょっと不安なんですが、まあ、とりあえずね、貧乏180万とか、今まで150万稼いだことないので、まあ、だいたい100万円台前半の収入で、ね、裕福に生きていきたかったら、まあ、家買った方が早いよっていう僕の結論なので、まあ、どれだけミニマムな生活ができるかっていうのも、今後ブログと動画で上げていきます。
っていう感じの中間報告だね。まあ1年折り返しちゃったからね。まあぼちぼちやっていきます。年男だからこそちょっと空き家買いたいね。うん、な感じです。